プレゼント企画やってます。どうもドズルです。はい、ということで本日もこちらクラッシュライルお送りしていきたいと思います。さあ、ということで今日はですね、視聴者さんにコメントからいただいた企画をやっていこうと思うんですけれども、本日の企画、逆の感情しか出してはいけないロワイヤルつまりどういうことかっていうと、まあ、普通はね、自分のダメージが相手に通ったらよっしゃって喜ぶし、逆に相手からこうエリババとかね、カンストロイジャイとか来たらあーもうってなるんだけど、今日は逆の感情でいきたいと思いますちょ、うまくできるかどうかわかんないですけど、自分が嬉しい時は怒ってる感じに、怒ってる時は嬉しい感じに、今日は実況していきたいなと思います。で、あえてね、感情が出やすいこちらドズ2で、やっていこうと思うんですが、デッキはこちらホグメガナイトでやっていこうかなというところで、じゃあ早速やっていきましょう。よし、初めてなんでね、頑張りたいと思います。頑張りたいと思いますさあ行きましょう。まあ、一旦ホグライダー飛ばすか。さあホグライダー、あ、いいねいいね、受けられて、あ、いい感じに受けられてる。全然入んない、全然入んない。めっちゃいいじゃん、めっちゃいいじゃん。さあこれで、いや、相手の攻撃、相手の攻撃、いい感じいい感じ。いや、でも受けられたな。防衛がうめえんだ、ドズルの防衛がうまいさあこれは、いや、でもね、今回は相手のレベルがかなり高いんで、それはすげえハッピーですね。一旦様子を見ながら、これ結構今気づいたんだけど、むずいこの企画むずいことに気づいた。さあここは一気に攻撃していく。さあいけ、さあいけ、いやー、守りがいい、守りがいい。これは全然入んない、いいね、全然攻撃が入んないわ。いい感じいい感じ。そして相手の攻撃がバシーンバシーンと、気持ちいいね。オッケー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 。さあ今んとこダメリード取られてるから結構いい、今んとこ合格。あ、これは、いやー、もう全然、いや、ノーダメで抑えるんかい。そこしかもエリアド、エリアドだなエリアドだわ今の。一旦結局ホグ飛ばしてもギャングで、あー、やばいやばいやばい、入ってる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 。いや、それは2発も入った、2発も。いやー、あー、やばい、これはこれは、さあナイトが1発2発3発、あー痛え、これは痛え、これは痛いよ。あ、やばい、間に合わなかった。いやー、これ、いい、いいダメージ、いいダメージ。いいね、いいね、いいね。いいね、これ。さあ、一気に右のタワー。これは大ダメージ。気持ちいい。さあ、オーブンが来る。いや、これはどうだ？チューンやって。いや、全然入んない。全然入んない、これ。相手のレベルが高い。さあ、さらに、ここで、1-0 で、1-0 で終わらせに来るか？さあ、オーグライダー、これでオーブン間に合う？間に合わない。ザップ、ああ、やばい。あ、ホグ、ホグが、ホグがめっちゃ取ってる、マジ。ホグ、おい、ホグがめっちゃ取った、今。これは、さあ、どっちのサイドも、どうだ、どうだ？いい勝負、いい勝負。ホグ通るなよ、ホグ通るなよ、ホグ通るなよ。おい、ホグ。決めるんか、お前。決めるなら言っとってや。ちょっとタイム。ちょっとタイム。この企画大、この企画大丈夫。いや、これね、難しいということが判明しました。今のは、まあ、でも、なんかね、途中で、相手の攻撃が通るように、本当に思っちゃって、わざとじゃないですよ。わざとじゃなくて、若干守りが、緩くなってしまった場面がありましたね。これは、もう一回やってみましょう。はい。今のは、でも敵は、そんなに、まあ、格上だったけど、そんなにこう、ロイジャイとかエリババとか、めっちゃゴリゴリ来る感じじゃなかったから。よし、まず一旦ホグライダー飛ばそう。ここも無の、無の、感情無。ああ、もうホグ、2発入りそうだわ。
あーもう2発、2発入んなよ。ここで、お、これはいい形じゃない？これは結構攻撃入りそうじゃない？あー、ファルチェ、ファルチェはこれは相当いい、相当いい。あー、これ右落ちるんじゃない？右落ちるんじゃない？さあ、右が、いやーでもインフェルノドラゴンが最小限に抑え上がる。いやでも右結構入った。ここカウンター入るなよ、カウンター入るなよ。いや、いい、プリンスいい、プリンスいいけど、いやーホグライダー、いや3発も入る今、それはないわ。あ今の見た、今のいい感じ、いい感じにメガナイトがすかぶった。完全に今攻撃が外れましたね、メガナイトの。さあこれはミスによって、いや、いいいいいい、タワー1本リード取られた。めっちゃいいわこれ。さあただこれちょっとわざと負けてるように 見えると大変なんで、さあここは、いやー、これめっちゃ受けづらいでしょこれ。かなり受けるの苦戦している。さらに右にホグライダー飛ばしたらあれが来そう、プリンス。ここは、いやー、インドラが、いやー、インドラちょっと優秀すぎんな、今の審議だな。いやー、とはいえよ、とはいえかなりこっちリード取られてるんで、いや、いい、負けのおこさ、からのさ、ジャイ来た。いや、このジャイが結構いいね、止まらないね。からの、さ、右プリンス来るか、プリンス来る、抑えていく。いや、どうだファイボー、いや、これ決まったでしょ、もう。いや、でもワンチャンまだあるのか。さ、逆転の、ちょ、入んなよ、ホグ入んなよ。さすがにこっからはないぞ。さ、ザップ守りがいい。いやー、ホグライダー抑えて、いやー、これは、よっしゃ、負けました。これ、ただ相手の立場になって実況するロワイヤルになっちゃってるな。ちょっと企画が迷走し始めたからやめよう。これもちょっとチャレンジしてみたんですけど、まあ、今日は感情を逆にしないといけないロワイヤル、ね、やってみましたが、結論としては難しい。なかなかね、やっぱ相手を応援するっていうのはなかなか難しいなっていうことが分かったし、人間の感情はそう簡単に逆にならないっていうことが、分かりました。ということで、ちょっともう何戦かやっていいですか？ちょ、最近ね、ドズ2とにかく、これも、こっからノーマル、ドノーマル。これレベル10だ。ちょ、ドズ2ね、トラゲ本当にしないといけなくて、ちょっと前まで4600ぐらいまでいたんで、4550ぐらいまでいたんですけど、さあ、ここはバレル。あ、バレル、これ。ちょ、待って。レベル11ってことは、本当に格上だ、こっちが。これ、勝ったな。で、これは勝たねばあかん。逆に。さあ、相手の防衛のトルネードなのか、インフェルノタワーなのか。インフェルノタワー。これが、インフェタワー型の枯渇だと、やっぱホグライダーなかなか通りにくいんで、やなめ持ってますね。どっかのタイミングでメガナイトごっそり行きたいんですよね。で、ザップで、ギャングじゃないわ。バレルを今回完封できるので、ちょっとチート級の力を持っているので、ザップは、うお、ネクロ！珍しい。珍しの極み。さあ、ここは、ショットやって、で、おそらくだけど、ここで、バルキリーを先頭に、またバレルを飛ばしてくるかな。ここで、おお、ホグライダー。バレル以外はもう通さないようにしていかないと、矢の目持ってるよな。いや、結構、案外いけると思いきや、割ときつそう。
ザップで飛ばす。インフェルノタワーか、インフェルノタワー出させて、ここで多分インフェルノタワーで守ってくるんで、インフェルノタワー出させて、で逆サイドメガナイトかな。いやでも左落としたいな。いい勝負。こっから1分切るんで、メガナイトで、またバルキリープラスのネクロかなんかで守ってくるので、でバルキリーにインフェルノドラゴン当てたいですね。早めにメガナイトを延命させて、次のホグライダーまでつなぎたい。さあ、こっから。さあ、相手これ苦しいよ。OK。で、バルキリーもインドラの餌食。さらにはホグライダーを展開する。おいしい、完璧。これはまあ今回私が格上だったっていうのもあるし、相手の次の手次の手を読んでガンガン展開できている。てかね、やっぱユニットレベルが同じぐらいだったりすると次の手次の手が簡単に読めますね。出すだけリード取られないんで。おいしい、これはインドラがキングに押し、これ相手諦めてるな。こういう時はキングまで行ってクラウンスを稼ごう。オッケー、ありがとうございます。よし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 、大勝利、ありがとうございます。結構もうね、あれですよ、このトロタイだと私格上にいつも憎んでる格上にいつの間にか自分がなっちゃってるみたいな。4400までいきましょう。今日はよろしく。感情逆ロワイヤルはちょっと難しすぎて途中で断念してしまったけど、トロ上げはきっちりやるぜ。やることはきっちりやる。さあ、ここは、あ、そう、ロイジャイとかもね、ちょっといろいろ試してるんですよ。最近なんかいろんなデッキ試してみてはいるんですけど、結局このデッキ説がありますな、私の中で。オッケー、美味しい。もう一発、よし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 。英雄英雄。ザップ使ったんで、途切れるタイミングでのドゥーン、美味しいからのインフェルノターンはまだ回ってきてないんで、このネクロ結構きつそうなネクロですね。きついよネクロですね、いわゆる。バシッと OK。 タワーダメージも結構入りそう。インフェルノタワー来てもザップで止めればいいんで、左は落ちましたね。よーし、かなり。もう一発、あー惜しい、マジか。今の一発入るか入らないかでだいぶ違うけど、一旦インフェルノタワー出させますか。インフェ出させて、で相手から攻めてくるのを待って、おお、メガナイト来た。一発、おいしい。メガナイト前はね、ノーダメでいけたんだけど、弱体化しちゃいましたもんね。さあ、ここはザップで、あ、やばくない、やばいね、これ、これやばいね。ウィザードから行こう、ウィザードから行こう。やばい、持ってかれてる、持ってかれてる。止まれ、止まれ、よし。いやー、これちょっと逆転もある。インフェルノタワーでポイズンでもここ左落としますわ。で次のやばい、次のあのデデデンガ、デデデ大魔王が次、デデデ大魔王多分来るんで、端前から来ない。いやー、来そう来そう来そう、 100% 来る 100% 来る。どっちどっち、メガナイト、メガナイト、デデデ、メガナイト、デデデ、まだどっちも来ない。オッケー、デデデン、よし、オッケー、完璧。さあ、ネクロも処理できて、おいしい。これを守りきりました、ドズル選手。さらにインドラもついているので、相手はメガナイト展開がしにくい。さあ、ここは右フルで入って、フルヒット。で、縦線はちゃんと残したいですね。相手の次のエリートに対して。さあ、次のエリートを最後にワンチャンスかけてくるはず。きたー気持ちいい、これは気持ちいいです。完璧に読み切りの大勝利。いいね、今日後半戦かなり相手の読み切りが多かったですね。グッドゲーム、ありがとうございます。
しっかりね、エリートバーバリアも完封していくという気持ちよさ。やっぱね、こう嬉しい時に喜ぶってやっぱ大事だわ。やってて楽しい。やっててやっぱちゃんと喜ぶっていうのは楽しいですね。ということで4400まで戻ってまいりました。あと200ね。あと200はもうサクッといきましょう。本当に今シーズンは金券だけじゃなくて、ね、さらにその上っていうところを目指してね、ドズツアー頑張っていきたいと思いますので、皆さんもぜひ一緒に頑張っていきましょう。ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。あの伝説に挑む2017年、2018年、そして2019年3月30日12時から。あなたは伝説の目撃者となる。